皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。週刊文春の総局長が顔出し実名で YouTube に登場し、週刊文春への批判にですね、答えているという素晴らしい動画があります。元日経の記者の後藤達也氏が質問をぶつけているという非常に素晴らしい番組がありますので、前後編に分かれてですね、かなりの時間なので、ぜひ、見ていただきたいんですけど、簡単にですね、要点を解説をしていきたいと思います。松本人志さんの報道で、一部よくやったという声もある反面、やりすぎだとか、ふざけるなとか、バカ野郎みたいな猛批判になっているのが、週刊文春なわけですけれども、そうした中ですね、週刊文春は顔も実名も出さずに、影から打ってずるいっていうことに対してですね、総局長が、新谷学さんという方ですかね、顔出し実名で、答えているという、これ自体はすごいことだなと、逃げも隠れもせずに、だから、その週刊文春批判している人たちも、こうやってちゃんと番組に出て批判ぶつければいいんじゃないかなということで、ホリエモンとか、影からブーブー言ってないで、真っ向勝負すればいいのになっていうところありますよね。で、それを取り上げているのが、リハという番組です。で、リハックの中で元日経新聞記者の後藤達也氏が、世の中でこういう批判ってどうなんですか、おかしくないですかっていうのをすごいぶつけてます。なので非常に見応えがあります。後藤達也さんですね、やっぱり日経新聞の記者ということで、その経済とか株とか、そのあたりのところからスタートしてるんですけれども、非常にこうした、なんていうか、普通の社会問題に対してフラットな姿勢で質問しているのが非常にね、いい両番組なので、ぜひ見ていただきたいんですけど、とはいえ時間が長いので、要点を解説していきたいと思いますけれども、まず、これすごいなと思ったのは、私は週刊文春の総局長は私は公人であると。だから私は書かれてもしかたないし、叩かれても仕方がないという、そういう覚悟はあると言っています。で、記者も顔を出すべきだ、記者も実名を出すべきだというところは、いや、それはおかしいんじゃないのというスタンスでいますけど、だけど私は顔を出すし、私は実名を出す、なぜなら総局長だからということで、それはですね、一定程度評価してもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。なかなかね、そういうこれだけの猛批判を浴びている立場で、いや、私はでも週刊誌メディアだから公人じゃないんですっていう言い訳をせずに、私は公人だと思ってますっていうのは非常に素晴らしいかなと思いますよね。で、ただですね、この松本人志事件に関しては、いや、これは刑事事件にはならないって、その弁護士には聞いたと。だけれども、問題行動、問題行動というか、問題があるから、被害を訴えてる人がいるから、報道したんだというところがですね、一部そこだけ切り取られて、炎上してるんですね。いや、刑事事件にならないものをメディアが裁くのか、やっぱり正義の味方じゃないか、ふざけんな、みたいな、意見があるんですけれども、それに関しては別に、そういうところだからこそ週刊誌の意義があるみたいなことで、ここだけを切り抜いてですね、この週刊文春を判断してほしくないなということで、これだけ見ると本当にね、でっち上げみたいな感じですけど、だけど、その皆さんもそういうことを批判している前に、警察を批判した方がいいですよっていうところは、考えた方がいいんじゃないかなと。要は、証拠がなければ、じゃあ何でもしていいのかっていうことになりかねないですよねっていうところはあると思います。で、直撃取材の可否ですね。要は、被害者側は何年も取材しているのに、その加害者側とされる人には、いきなり新幹線だか駅だかで、直撃して何年も前のことを答えろって無理じゃないですかっていうところに関しては、ちょっと回答がちょっといまいちだったんですけど、ただその週刊文春の総局長が言うには、松本人志さんの直撃取材の可否はともかくとして、吉本興業は一貫してまともに回答したことはないんだと、おかしくないですかと、看板のタレントがそのようなことを起こしたという疑惑があるのであれば、きちっと事実関係を調べて、回答すべきなのに、それには一切回答しないと。だから吉本興業がおかしいっていうのは、これ、もっともだと思うんですよね。だからやっぱその松本人志さんがうんぬんかんぬんじゃなくて、吉本興業おかしくねっていうところに、もうちょっとバカな国民は目を向けるべきなんじゃないかなというふうには思います。
で、あとこれが非常に面白いんですけれども、要は権力者に対して、忖度してスクープしなくなった他のメディアが問題なんじゃないですかということを言っていて、要はその週刊文春は別にずっと変わってなくて、ずっとスクープを追い求めてきたんだけど、でも実はスクープって昔はテレビも、新聞もみんなスクープを求めてきたと。で、スクープ要はね、権力者がこんな悪いことをやってるっていうスクープを一生懸命追っていたのに、いつの間にか気づいたらやってるのは週刊文春だけになっちゃいました。要はテレビも新聞も、要はマスゴミ化して、権力者には忖度しようと、政治家のことを悪いこと書いてね、圧力かかったら嫌だとか、芸能人で、なんかそれを批判してテレビに出ないって言われたら嫌だっていうことで、忖度してスクープしなくなっちゃった。だからジャニーズ問題が起きたんですよねっていうことだと思うんですよ。だから他のメディアがきちっと権力干渉をしなかったがためにジャニーズ問題が起きて放置されていたっていうところに対して、やってるのは週刊文春だけですよねと。だからその週刊文春を叩くことによって国民にメリットがあるのかっていうところはちょっと考えた方がいいですよっていうところあると思います。で、あとこれも非常に興味深いんですけど、なんか、いや、だけどそんな芸能人の下半身問題ばっか、くだらないことばっかやってんじゃねえか、プライバシー暴くようなことって言ってるんですけど、いやいや、松尾人志さんの号だって、例えばトヨタ自動車の不祥事のことが一番の特集ですよと。でもそれを話題にしてる国民いますか？いないですよねと。だから企業の不祥事とか政治家の不祥事とか、まともな記事も書いてるのに、だけどみんな関心があるのが結局芸能人だから、だからじゃないですか。お前らがバカだ、国民がバカで、政治家の問題とか企業の不祥事よりも芸能人の下半身に興味があるからそっちばっか取り上げるんでしょうと、別にうちとしてはそれだけ取り上げてるわけじゃないですよっていうのは、すごいね、まともだと思いますよね。で、あとは、週刊文春はノーリスクで儲けてるんじゃないかということに関して、これがすごい面白かったんですけど、いや、儲けているのは、ノーリスクで儲けてるのは、高みの見物で週刊文春批判して、再生回数稼いで、YouTube とかで稼いでったりとか、ネットで投稿して、インプレッション稼いでる、要は、高みの見物で批判してる人たちですよねっていうのは、これはまさしくそうだなということで、これはまさしく週刊文春を批判している人たちへの、批判たちはブーメランじゃないかなということですよねというところはあると思います。で、ただこれがやっぱり一番ちょっと問題だなと思ったのは、構図やストーリー決まって書いてるんじゃないですかと、要は取材してこうだったじゃなくて、もう松本人志さんは悪い。っていうストーリーに当てはめたところしか書いてなくて、不都合なところは書かなくて、もうそれに当てはめたところしか書いてないんじゃないですか。構図やストーリー決めてませんかと。っていうところに対してはまともな、回答がなかったので、これはね、すごい問題。それこそ警察の冤罪事件と一緒で、初めから構図やストーリーを決めてそこに当てはめてるっていうのは、これはすごい問題なので、ここは大いに改善すべきなんじゃないかなと思いますよね、というところです。で、ただですね、やっぱりこの週刊文春がなくなったら、じゃあジャニーズ問題もなかったことになりますし、政治家の汚職問題とか、映画監督でしたっけ、俳優でしたっけ、セクハラ、パワハラした問題とかも、結局放置される危険性があるので、なんか週刊文春、もちろん週刊文春が、例えばヒカキンさんの報道とか、もう絶対におかしいと思うんですけど、そういうおかしいことは確かにあるけれども、だけれども、じゃあジャニーズ問題の功績って週刊文春だけですよね、みたいなことで、もし週刊文春潰したら、そういう問題ずっと放置されて、子供の未成年の被害者がずっと出続けてたんですよっていうところを考えると、週刊文春全部悪だじゃなくて、ここは悪いけど、ここはいいっていうふうに分けた冷静な議論が必要なんじゃないかなというふうに思います。というわけで、素晴らしい特集でしたので、ぜひYouTube の番組見ていただき、概要欄にリンク貼っておきますけれども、リハックという番組で、元日経新聞の記者後藤達也氏が、世の中の批判をこの総局長にぶつけていて、なんか逃げてるなみたいな回答もありますけれども、あとね、これおかしいんじゃないかっていう回答もありますけれども、だけれども、顔出し実名で YouTube に登場して、しっかり答えているので、ぜひこれを見た上でですね、週刊文春を語るなら、語っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。素晴らしい番組でした。